1番村田、ワンボールからの2球目、村田のタイムリースリーベースヒットで巨人が3対1と逆転しました。ここでホームランを打っています。とにかく村田、中尾とのこの守備争いが非常にこうレギュラー争いが熾烈です。感じがするんですね。ただその巨人の投手陣が調子が崩れた時にね、あんまりいいプレーってのはもしかして出ないんですかね。そうです、うん、私はよく言われましたから、意識過剰だって。なるほどね、全く同じですね、はい、やっぱりその分野その分野の人でこういう見方がいい結果出ますからね、はいはい、さっき中田さんほら本番が全てとおっしゃったけど全くそうですよね、はい、市川崑監督ですね。そうです、大変映像的にも綺麗なものが、これはね光と影のコントラスト素晴らしいですね、絵みたいなものが、そうですね、もう日本映画独特の色味使いですかね、はい、その辺も見事ですね。そういう意味で、ここで西武の2番羽生田は木田のカーブを狙い打ち、三塁から伊藤が帰り、二塁ランナーはホームタッチアウトとなったものの、西武が1点を先制しました。本当ペースだったヤクルト先発の西村ですが、7回村田に2試合連続の6号ツーランホームランを浴び、その差1点に詰められます。さらに大打ち込まれましたが、2試合連続の7号ツーランホームラン、巨人が2対0と先行しました。キャッチャーファールフライで牧からピンチを切り抜けました。4回の巨人、ワンアウト2塁で8番の村田、今中のフォークボールが落ちませんでした。村田は8号に続いてこの9号も今中から打ちました。ツーランホームランで巨人4対1と差を広げ、このワイルドピッチで先発の中山、追加点を許します。2回ランナー1人を置いて村田、中日アンダーソンからライトのポール際です。一塁塁審福井さんのジャッジはホームラン、同点かと思われましたが星野監督が猛烈なコール、判定は覆って村田の当たりは幻の10号ツーランホームランになりました。この打球です、ぐんぐん切れてポールの右側に落ちています。続く村田、先日同じような当たりが判定が変わって幻のホームランとなった村田でしたが、今度はライトポールに当たりました。巨人4対1と突き放します。に成功です。さあ4回の表巨人なんですが、ただでは巨人も収まりません。ツーアウトから8番、結局三振13個を奪いシャッターアウト勝ちで原ダービートップに並ぶ11勝。